アリファとアリフアとジェベソイはオスマン帝国及びトルコの軍人、トルコの政治家。オスマン帝国最初の建設大臣となったイスマイル、ファーズル・パシャの息子として首都イスタンブールに生まれる。1902年に士官学校に入学。1905年には陸軍大学を主席で卒業。自席は後のトルコ共和国初代大統領、ムスタファ・ケマルだった。 学生時代はイスタンブールのサラジャク地区に住んでいたためサラジャクル・アリフ・アドと呼ばれたベイルートやテスサロニキでの勤務の後1907年に少位に任官ローマでの駐在武漢勤務を経てバルカン戦争に従軍弱にな防衛戦で格別の功績を挙げ中佐に昇進第一次世界大戦では師団長となる1915年に大佐 1917年に少々に昇進。1918年、ケマルの第3軍で第20軍団長、後にシリアパレスチナ戦線のアフメトジェマルパシャの第4軍で第8軍団長を務める。対戦末期、在シリアトルコ軍の残余部隊を指揮。トルコ独立戦争では、西アナトリアでギリシャ新中軍に対する抵抗運動を組織する。 1920年の水バス会議で代表委員会から軍総司令官に指名される。ケマルラトルコ大国民議会派がアンカラを首都に選定したのはアリフアトが組織した軍事力を背景としていた。同年大国民議会の議員に選出される。軍の一方の実力者イスメトイノニュと対立し、また総司令官職がケマルに移ったため、1921年3月、 中モスクワ大使に任命され、土足交渉に参加。ウラジーミル・レーニンや、ヨシフ・スターリンとの協議の後、モスクワ条約に調印した。バトミをソ連に返還する見返りに、軍事、経済援助を取り付け、革命戦争の強力な基盤を得た。帰国後大国民議会副議長に就任。共和国樹立後も、国民議会議員を続ける。 1924年に新保共和党の指導者となり、反ケマル派に加わったが、東部でのクルド人反乱をきっかけに、党は解散させられ、さらにイズミルでのケマル暗殺未遂事件を理由に、逮捕され、政界から追放された。また大将を最後に、軍も退役した。1931年に、今夜選挙区から立候補して当選し政界に復帰。 1934年の初め政法志向に際し、ジェベソイを名乗る。ケマルアタチュルク死後の1939年から1943年に建設大臣、1943年から1946年には運輸大臣を歴任。1948年、トルコ大国民議会議長を務める。1950年には最初の自由選挙に、 民主党から立候補して当選。1960年の軍事クーデターの際、他の民主党員と共に短期間拘束されたが、釈放され、政界を引退。遺言により独立戦争で最初に、ギリシャ軍と交戦した地である、サカリア県、ゲーベン軍にある、アリファトパシャ町の中央モスクの中庭に埋葬された。1980年の軍事クーデターの後、 墓標がアンカラの国家墓地に建てられたが、遺体の移送は行われなかった。ありがとうございます。